小山八幡神社は、東京都品川区江原にある神社。旧小山村の珍珠。旧称は、妙剣八幡、池の谷八幡。陶器上の宗教法人名称は、八幡神社。当神社の由緒は不明であるが、言い伝えによると、長元三年頃に、源の頼信がこの地に、本田分家の村を氏神として建て祀ったのが、始まりであるという。 あとに、妙見菩薩も、本田分家の村と並んで祀られたので、妙見八万ともこの地の旧名をとって、池の谷八万とも呼ばれていた。妙見菩薩は、明治時代の神仏分離令により、隣接してある、別当寺であった、マヤ寺に移された。境内は小高い丘の上に位置しているため、小山と呼ばれ、それが、現在の近辺の小山の地名の由来になっている。 現在では、境内からの眺めが品川百景に選ばれている。かつては小山村全体が宇治この範囲であったが、原禄時代に宗教上の圧力により二分され、三谷地区に三谷八幡神社が分子されて現在に至っている。二分されたが現在では、祭りは両者合同で行うため、両者祭りという。また、 エバラなな福人の一つとして大黒天を祀っている。境内には C の木の大木があり、この C の木は品川区指定文化財になっている。別当だったマヤデラ。小山八幡神社に隣接してある。ABC 東京神社町、平野英二町、品川区歴史散歩 P160 品川区。